生きているものにはすべて寿命があります。しかし生物の体を作っている細胞のレベルで考えると、実は寿命がないのです。例えばアメーバは自分の体を分裂させながら増えていきます。栄養がいいと自分の体の一部を分裂させて自分を増やしていきます。このアメーバのような増え方をしている生物は、たまたま一つの個体が死んでも、自分の分身は生きていますから、死んだことにはなりません。実は人間にも同じようなことが言います。人間はアメーバのように分裂して増えるわけではありませんが、自分の細胞の一部を子供に伝えて生きています。だから子供はお父さんやお母さんに似ているのです。このように細胞は無限に生き続けていきますが、人間の個体には寿命があります。どうしてこのような寿命があるのかは分かりませんが、この理由は次のように考えることができるかもしれません。例えばもし何百年間も壊れない自動車があったらどうでしょう。古くなっていろいろ改良したいところが出てきても、いつまでもその古い車に乗り続けなければなりません。物は壊れるからまた新しいものを作ることができるのです。プラスチックは人間が人工的に作ったものです。そのプラスチックの特徴は腐りにくいことでしたが、その腐りにくさのためにいつまでも自然の中に残り、環境を汚染するようになりました。壊れないものばかりで世の中ができていると、新しいものが登場できなくなるのです。生物も似ています。寿命があるから新しい生物が生まれ、その新しい生物が古い生物のできなかったことをできるようにしていくのです。アメーバと同じような生き物にゾウリムシがいます。このゾウリムシは栄養状態の良い時に自分を分裂させて増えていきます。しかし700回ぐらい分裂を繰り返すと、それ以上の分裂はできなくなり、突然すべてのゾウリムシが死んでしまいます。そうならないようにゾウリムシは時々別のゾウリムシと結婚して、今までの自分とは違う新しい子孫を作ります。といってももちろんゾウリムシが下駄虫やサンダル虫になるのではありません。ゾウリムシのまま新しい性質を手に入れるのです。寿命があるということは、新しいものを生み出す条件だと言えるのかもしれません。